あ、これでレンズ切り替えられるんだ。こんにちは、わきです。インスタ360シリーズの新商品が発表されました。まだ実機は手元にはないんですけれども、先日参加してきました説明会の様子、まずは速報としてお伝えいたします。新商品の名前はインスタ360 1X2 でございます。名前からわかる通り 1X の後継機種に当たる感じですね。で、大きさはほぼ変わらない感じですね。横から見ると若干厚いかなという印象ですけれども、手に持った感じはさほど変わりはないですね。そして今回の最大の特徴といえば、大きなタッチスクリーンが搭載されたこと。これによって操作感はインスタ360 1R と同じような感じになりますね。充電ポートは USB Type-C。 そしてバッテリーがね、大容量なものになりました。マイクロ SD カードスロットはこちらに内蔵されております。あとね、マイクがね、4チャンネル搭載されたので、これで前後左右の空間音声も記録ができるということでございます。そして今回こちら360度モード以外に、片側の魚眼レンズを使ってアクションカムのように撮影ができるモードが加わりました。表裏のどちらのレンズを使うかっていうのを切り替えて使用することができます。これで360度モードで、こうぐるぐる回れ、手ブレ補正には定評のあるインスタ360シリーズですから、もうとてもスムーズな映像が撮影できるような感じです。で、ちょっと驚いたのが、パッと素早くパンをした時にスーッとスムーズなパンをしてくれるんですよね。こうなってくるともう電動ジンバルも不要ですよね。で、さらにこちら本体のみで水深10メートルまでの防水性能がございます。もう360度カメラというよりもアクションカムに近いような、そういった使い道もできますよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ざっと機能をご紹介してまいりましたけれども、これかなり売れるんじゃないでしょうかね。今までインスタ 360 1X を使ってた方でも、これはね、買い替えてもいいんじゃないかという印象ですね。それとね、インスタ 360 1R でちょっと不便に感じていたインカメラアウトカメラの切り替え、これだったらね、360度カメラの前のレンズ、後ろのレンズ、どっちを使うかっていうので切り替えができるっていうことで、 Vlog として使うにもこっちの方がだいぶ使いやすいんじゃないかと思いますね。いや、最近こういったね、小型のカメラ関係、いろいろ新製品が登場して、どれを買おうか悩んじゃいますよね。